はい、今回もちょっと久々なんですけどね。やりたいと思ってるんですけど、やっとここまで来ました。今おしまつやってるんですけどね。おしまつガチャやってるんですけども、やっと、120まで届いたんで、ここクリアして、とりあえず、いけるかなと思うんですけど、ここクリアすればね、とりあえず、あと10で、10よりも増える。10で500なので、10連引けるので。ん？なんだあの上のや。何これ？何この跳ねる小島は何？え、なんだこれ？無理すぎないかこれ？初手シャッフルだよ、ほら。え、厳しくないこれ？これ4列作るにもさ、場所狭いしさ、初手だと。大丈夫なのこれ。いけるの？横に4列作ん、横にね、4個作んないと、縦に行けないんで。あ、いけた。けど今回は、下もあるんだよな。単数少なくないこれ。無理すぎないかこれ。わ、どこに当てるかにかかってんだこれ。こっかな。あとこんなにあんの？無理すぎないかこれ。これは初めてアイテムを使う時が来てるのではないか。見せてやれ十始末。下はこれで大丈夫。問題はあの、あとカラマス兄さんかな。なんとか届くかなこれ。届かんよな。はい、罪。悲しいぜ。ああ、いけるかこれ。さあ、行こう。俺たちの世界へ。なかなかの難易度だよこれ。横一列でもね、破壊できれば楽なんだけど。これこういけるな。もう普通に崩したら間に合わないよね。全然間に合ってないわ。すごいな。コンボはいいんだけどさ。いいんだけど、あと9ターンなんだよ。
まずはこれで下はいいもののう俺の真の力を見せよう。みんな強いね。1、2、3、でこうでしょ。星さんを取るにはもうこの時点でクリアしてないといけないんだよな。なんという失態。むずいな。これは初めてのアイテム投入かな。これこっちはいけるか。さあ行こう。ここまではいいか。世界へ。下のアイテムどれか使おう。タップした場所の横一列が消せる。これだな。じゃあ第4使います。第4ビーム第4これは大丈夫だ。これは下を気を使いながら気を使いながら俺の真の力を見せよう。どっちだどっちだ。みんな強いね。こっちだ。でこれ使って。これノルマをクリア。ここからの消し方だな。まずは延命。注射。お前ならできる。これでしょう。あ、いいなった。すぐ消えちゃった。見た。よし。すごいな。これなら大丈夫じゃないか。7ターンもあれば。あ、これはいいんじゃないか。よし、アイテム使ってなんとかクリア。ステージクリアする俺。ふうなんとかクリアだ。これでコンプリート。よしよし、ストーリーだ。さすがのカラマツ兄さんにも意地はあるみたい。
この大王なんだ。大王に飲んでみろ。いや。誰が飲んだの。誰が飲んだの今の。ダヨンなのかおそ松兄さんなのか、もしか十四松の、よく見てなかったな。よし、まず報酬はコンプリート。うん、なんとなく察しがつく。なんとなく察しがつくな、これ。デカパン博士がなんかちょっと紅つけてるから、これはなんとなくわかる。どういうストーリーかっていうのがね。じゃあちょっと今のところの見せましょうか。ちょこちょこ引いてるので、こんな感じです。まず、おそます兄さん、これ。からまつ兄さんがこんな感じ。一番金が多いかな。これ、ちょろまつ兄さん。まあ、チェリーがね、出たんで。で、これ、一松兄さんで、市松兄さんは、あー、TGC は出たんだよな。あと、ナースも出てる。掛け合い的には、市松兄さんの掛け合いも見たいけど。そして、ちょっと、十四松ちょっと置いときます。後で、やるので。で、トッティが前、引いた唯一の金が F6 というね。トッティが一番少ない。で、一番引いてるはずの十四松が、他のキャラよりも、他のブラザーよりも少ないというね。リアさんの数は多いけど。そろそろちょっと、解放しようかな。ということで。で、新しく出たキャラクターで、忍者が出たんですよ。ピアノスキルカウントを6減らす。まあ、補助的な感じなんですけど、これが使えるらしいんですよね。結構。使ってみたいなと思うんですけど。ズボンは海パン。ちょっとラグランを、ラグラン見たいから、試合であげよう。普通に進化見たいという願望が。じゃーん、強くなった。フードかぶったね。3個だ。ちょい少なくていいね。じゃあ進化するとどうなる。フードかぶって最終的に、はい、進化完了。あー、なるほど。パラシュートね。これはなんか帰還の時のやつかな。一時あのホームページに出てたやつかな。実際ね、アニメのオープニングの時は足になんか加速足になんかね、ブースターかなんかつけてたね。僕だってできるよ。で、どうしようかな。掛け合いを見たいというだけであって、
この辺りでも行ってみましょう。闇の地上、駐車しまーす。おお、ちょっとさすがにねコインがいっぱいあるので、あと梨も結構あるので必死に食べましたよ。デイリーやってね、進化してしまった嬉しいことだと思うんだけどな。よし、6個。かなり強くなったと思う。よし、駐車しまーす。さあよろしく。とう、これはいいか。とうアザース、なんつった、アザースさん、チョロ松と一松気まずそう気まずそう言ってほしいな、怖くないよーって。で、あとそういえばチェリーがね100個以上になったので、チェリーも引きたいと思います。2体目、かぶりなしなんで。ナイスチェリー、ナイスチェリー。誰だろう、ママだねん受しますあれか、でっかくなっちゃったかな。可愛いけど、あ、ちょっとチラッと見てみようスキル名見てみよう。おそらく内容はチェリー松と一緒だと思うんだけど、まさかなんでや名前よわー、これは後で進化させとこうどんなタッティになるのか分かんないちょっとこれでいきたいな。初めてのパーティーでお互い単数増やすで何ができるのか、一緒に頑張ろう。さあ気まずいコンビでいきましょう。さあいつもと違って消す時の有効な色が変わるというね、そこも気をつけないと。で、これで、あと1個か。あと1個か、これか。増やすしかないよね。こうだ。で、一段下げる。ほか重始末消しても意味ないんだよな。消したくなっちゃう癖が。はい、駐
射撃つよ。行け行け。低い声だな。行け行け。あ、うん。これは板止めとこう。でこれでしょ。でこれか。あの一個がな、あの一個がなんか暴れてきそうから怖いんだよな。今どういうフェーズ？なんとかして壊す方法がないんだよな。来た。よしよし。あとはここだ。駐車しまーす。すごいね。よしよし。あとはあとはひたすら消していけばいいんだよな。今どういうフェーズ？あ、まだそうか。そうか。そうか、そこが残ってたか。何してんの？あ、じゃあこれだ。あ、5ターンは厳しいな。ちょっとこれは弱いな。まあそうだよね。届かないよね。これが僕の実力だよ。実力星に。星2だけどね。ふうふ。ちょっとこれは裏でやります。というわけで、121は一応クリアはしたのかな。で、あと5個で、10連が引けるというところまで来ました。というわけで今回はここまで。